中井中です。高木です。お願いします。まあ、前ちょっとね食の話とかいろいろさせていただいたじゃないですか。でなんかその豊さんの学生時代の時とかの食事とかで気をつけてたこととかあるんですか。それ聞きたいですね。うん、でもさ焼酎こうってさ、はい、自分で料理するわけじゃないし、まあ、誰かにやってもらうわけでしょ、はい、うちのおふくろっていうのは意外となんかこういろんなものを作れる人で、うん、なんかおしゃれにさ我々の当時だよ子供の頃だよ朝はパンにするとか、それからパンがてっきりになった。えそうなんですか。だって気取って朝から食うよりはさご飯と味噌汁でガーッと食べたい。まあまあ、まあまあ、そうですね。食い盛りだからパンおかわりなんかしないでしょ。ご飯おかわりだったらいいけどなんか洒落たことをするわけよ、うちのおふくろは。かといって手を抜いてるわけじゃなくて、うん、夜はちゃんと出してくれるんですよね。美味しいもの、おふくろの味って言ったら煮物だとかいろんなものが浮かぶわけ。中学の時に高校野球をやりたい。当時北海道に住んでたから、はい、で北海道の野球のレベルっていうのは低かったでしょ当時。イメージの頃とかお前の頃とかさ、はい、強かったでしょ、はい、で俺らの時は本当に弱くてさ、じゃあもう越境しようっていう。高校の時に俺一人で北海道に残るわけにいかないし、おふくろの実家が山口の防府市っていうところで、はいはい、そこのおばあちゃんのとこから中学半年間通うんだけど、で帯広の時は給食だったんだけど山口に帰ったら弁当だったんだけど、で一発目がだから弁当持ってた作っといたから持ってきなとか言って、おーいいっす、ね、場所ありがとうって言ったわけ、はい、で弁当に時間になってパッと開けたらおかずがないの。えっあれと思ったら蓋にハンバーグ2つついてた、はい、色味も何もないじゃないかと思ってバーンって閉めて閉めたんですけどやっぱちょっとかっこ悪くない。まあまあちょっと恥ずかしいっすね。うちのそのおふくろの実家っていうのはさ卸問屋で忙しいわけ朝から、そういうちくわだとかかまぼこだとかなんかこうスーパーに卸すハンバーグだとかを扱ってたわけ。そのハンバーグを2つボーン掘り込んだんやろうなと思ってね、これ開けたら何もないわけ。どこじゃええまあそれでも食べて俺何を入れられるかわからないっていう危機感。ばあちゃんいいわお金をくれた購買でパン買うみたいなことでパン、それからあれパン嫌って言ってたのにパンに戻る、戻っちゃったんすね豪快なわけよ。確かにそうですね。スーパーから買ってきたあの発泡スチロールのまんま刺身とか、はい、食べとけなんで、肉なんか炭みたいになって出てくるとか思ってこれ何みたいな。じゃあばあちゃん俺焼くから、はい、それでレアをしてたわけ。おーなるほど、レアのうまいじゃん。その時から量を食べれたってことですか。いやだから量を食ったのかどうかもわからない。だっておかずをお前ポーンと出されて刺身だけど、お前刺身で何杯も食えんぞまあそうですね。でもよく学校の帰りに万葉市っていうさ学生が行くような食堂みたいになかった。定食屋みたいな。定食屋まあまあありますよ。知らんわな、まあ、知らないの。甘めもしかないありますよ俺一回行ったけどなかった。定食屋ありますから。そこのラーメンが美味しくて、ね、それでご飯を取る、ラーメン食べる、ね、で棚にさおかず一品のおかずが置いてあるわけ。それを取ったらあいくらねって計算していく、はいはい、昼飯なんかもさ短時間目終わるときに注文をこう書くの。4時間目終わったら学校を出て中華屋さんに行ってたのみんなで。へえ。だからその食っていうのはそういう思い出がある。大学行ったらさいいもん食えんのかなと思ったら俺びっくりしたのがさ白飯に冷ややっこだよ。え真っ白だから目がチカチカしてもうそのぐらいしかなんか食の思い出がない。だからいいもん食ったっていうのはさあっ3日ある。大学に入るときにさ有馬稲子さんの旦那さんで川村三郎さんっていうのがいた、はい、この人が山口県出身で、そしたら車に乗れって外車だよ、アメ車で外車が乗ってたらみんながガーって見るぐらいで、はい、それに乗せられて六本木の確かセリナだったと思う。そこの鉄板連れて行ってもらってそこはうまかった。あこうカチャ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 やるじゃん、はい、ねまあショーではないけどさ、うん、それをこうやって追ってたらさもう気持ち悪くなってた酔っちゃってそれで肉食えどうしたの食えとか言って言われるんだけど、なんかこのカチャカチャカチャって目がこんななってさ、いやいや田舎もんじゃない、まあまあ そ, うすね、そんな初めて見るからさ、こういう世界があるんだと。そういうのはあるかもしれないですね。だからそのプロ入って自分でお金ちゃんと使えるように持ったら美味しいとこに
か自分出していくみたいな。俺は一回最初銀座に行った、まだバブルの時だからさ、社会人ってプロと同じ契約金をあげるから来てくださいっていう感じだった。で銀座もここだったらうちの会社のつけで飲んでいいですよ、可愛がってくる。でまあちょっとお世話になってた、だからもう学生の時は銀座行ってた。ママがプロに入って自分で稼げるようになったら一回来てねとか言って、でプロに入って行ったんだよ1年目、はい、ちょっと挨拶回りしなきゃいけないとか、はい、今日は俺が払う、そうだねって約束だもんねとか言って10分で立とうとしたら出されたのが10万ああみたいな。その当時ね、高いっていうのは知ってたけどさ、10分で10万取らなくてもいいだろみたいなバブルだな。でも活躍しだしたら、はい、豊ちゃん銀座は値段があってないようなもんだからいつでもおいでって言って、行ったら1万どんな時も一人1万にしてくれ、可愛がってくれ。そうやって飲み方もいろいろ教わる。なるほど。お前食の話から何の話やねん。最終的にはそういうことで、まあいろんな美味しいものはあるけども、でも一番いいのはやっぱ愛情のこもったぬかい盛り。まあ、っつんだよ。味しめてますね。そうじゃない、やっぱり一番美味しいのはやっぱこう愛情のこもってるもの、心がこもってる。もう入ってこないです。女体盛りの後も入ってこないです。入ってこないです。